はい、どうも熊村長です。こちら映ってるのはですね、アズマヒキガエルのメス阿波踊りちゃんになります。このね、阿波踊りちゃんはですね、本当にちっちゃい時から飼っています。当時はこんなね大きさでした。小指ほどのね大きさだったんですけども、今はですね、まあ、ある程度立派になってます。こういう風に持っても鳴かないので、これはメスだと判別しております。体色のスポットにですね、ちょっと赤い部分がまだらに出ていて、非常にね綺麗なアズマヒキガエルの個体だと思います。珍しいね色をしてますね。これがねもうちょっと大きくなったらどうなっていくのか楽しみにしております。今回はそんなアズマヒキガエルの阿波踊りちゃんの紹介でした。この子の今後が気になる方はチャンネル登録お願いします。それではまた。